ナミさん、深夜のこっそりバランスでございます現在3時22分で私が起きたのがね2時ちょっと前なんですよ1時50分ぐらいでございますそこからカップヌードルを食べて <laughs> でちょっと今アマゾンプライムでね昔の白黒の映画を見ましてね三國廉太郎さんのでなみさんから動画届いたんでこうやってコソコソ話変身させてもらってます あのスパイウェアのことなんですけども現在はねすごく進化しているのと意外なところに入り込んでいても不正業がないというところまで来てるんですけどもその中のね代表例でカーナビのことを話しましまょうかカーナビの中にそういうもんが入っていたとしたらどうでしょうかってことなんですよ。カーナビってのは人々の暮らしの中でどんな移動をどのぐらいしたのかっていうデータが詰まってますよね。そそしてておららく他のの国からでは見えなないようなルートってものを 算出することができるんですよそうなった時に避難経路を予測したり大きな2車線3車線道路を確定したり細い裏道とか逃げ道とかそういったものを見たりするわけなんですよね生活環境をそのまんま地元の人がずっとストックされてしてくださってるっていうのがカーナビなんですよねしかもこのカーナビってのは基本的に車が中古で販売された先のデータも集めまくってくれるんですよつまりはこのカーナビ 30年前ぐらいのだったら別ですけどもここ10年ぐらいで生産されたものに関しましてはちょっと警戒した方がいいかなとなぜならカーナビにブランドがどう入っているうと生産地ってのは一緒だからなんですよさあこれが何を味するでしょうかカーナビというものが私たちの普段の会話も収集している可能性がありますねどうでしょうかちょっと怖いですよねもっと言うとですねカーナビから微弱な電波が出ていて 車を自宅の駐車場に置いてる時に自宅の中で動いているパソコンのデータを収集してる可能性もあるんですよねいやこれはねそ空ごとではなくてテクノロジー技術的には全然可能なわけなんですよもっと言ったらそのカーナビから発信されてる電波によってキーロックが解除されて自動車の盗難が楽になってるというねそんな現実も来てるんですよ一体何をしようとしてるんだと思いますけどもとんでもないことになります まだあります、交さは。そのカーナビの利用実績からして、その車をお持ちの方が、一人暮らしなのかどうなのか、年代はどのぐらいなのか、特徴はどんなものを持っているのかってことが、すぬけになってるわけですよ、カーナビっていうのは。で、人は、一人で運転するときに、いろんなことを話したり、歌ったりしますよね。さあ、どうでしょうか。特に、日本海側にお住まいの方で、カーナビをご利用の方。 小さなお子さんを乗せることがあるね、お母さん、お父さん、ぜひね気をつけていただきたいと。未だ解決されていない拉致事件っていうのもあります。怖いですね。はい、ここまでにしておきましょう。はい。で、FX の口座、FX 折り返しのことですけども、これはね講座というよりも私の人生観にも関わってくるんですが。 あの今後私50歳から60歳までの間に10年からぴったりやるかどうかっていうのはまだ分かりませんけどもやるつもりではあるんですけどもこのエフェクスを中心としたちょっと大きめの本気の事業にまで発展させていこうと思ってるんですよ。具体的に言うと私の持ってる法人の中にこういった為替取引っていうものをビジネスとする部門っていうのがあるわけですよねでそれをね。 指導させてもいいかなと思ってるんですよというのが私の力がついてきたらどうしてもやりたいなと思ってたことがこの真面目に法人として FX に対してまあ,あ助言業務をするっていうことと実際に自分で為替取引をしてそれを会社の売り上げにするってことなんですよ。でその会社に私の子供のヤマトくんが10歳ぐらいに就任、ね、役員として就任するっていう形も持ってるんですよね。そうなると50代っていうのは 私はね、今までの人生の中で最も FX をやる時期になると思います。えそして今まで私は6年間 FX を毎日やってきましたし、開発も毎日やってきました。多くの方の質問にもお答えして、昨年と一昨年は、えー、教材も作ることになりました。ここまで進んできたところ、私はね、今度ね、投資助言業というものがあることに、今、もう一回思いを馳せているわけですよ。で、これはですね、本当の専門家として、事業として他社に、 お金の使い方とか、どこに資金をどういうふうな金額で打ち込むのかっていう超具体的なアドバイスその人の資産に関わることを直接やるわけなんでこれはですね投資資助言業という資格も必要になってきます。登録に15万協託金500万こういったものが主にかかる費用なんですけども今ならこのお金も払えるしそのための責任も取れると思ってるんですよそして私のレスポンスの量と速さこれも自分なりにね早いなと。 徹底的にやってるなってところもありますし、そこに FX の力も伴ってきて、もうすべてがね揃ってきたんですよ。やっと。で、これから先を見るときに個人的に FX をやっていくっていうのも一つの方法ですけども、いや FX 折り返しというねチームで、ぜひねこれ FX を本職とする人も育っていきたいなと思うんですよ。しかも私の会社の社員としてもしくは取引先として FX によってそれを業務としてですね。 為替でお金をこう操っていくそういういうな趣味副業のレベルじゃなくって本格的にできる人も何名か輩出できたらいいなと思ってるんですよできればねそういう人と一緒になんかこう夢に向かってなんか語り合うじゃないですけどねいいチームを作りたいなと思ってますそれで実際にその FX ェクスオリガルフィっていうのは私の50代の悲願でありますけども当面はですねそこまで大きい話をしようっていうことはありませんそののための土台作りとして 私がね他社をどれだけ育てられるかなっていう挑戦でもあるわけなんですよ。そのために伝えやすさ分かりやすさにフォーカスして特にこの1年2年っていうのは相場解説を毎日やってきたわけなんですけどもおかげさまでね再生数は減ったんですけども減り止まりって言ったらおかしいですけどもね現在ね FX の速可塾の限定公開の間の相場解説っていうのはあの1時間ぐらいで30名ぐらいの方が見てくださるんですよ。もう熱心な方だと思います そして6時間以内に40名から50名の方がこれはバラつきあるんですけども見てくださるんですよねでこれが本当に主な私の FX の相場解説の再生数を作ってくださってるんでおそらくですよ50名弱の方がものすごく頼りにしてくれてそれによって学んだり利益を上げたりしてくれてるんではなかろうかと思うんですよですんでねそういった熱心な方をさらにね 1>, 1段階引き上げて2段階引き上げてってことを考えるとやっぱお互いに腹をくくらないといけないかなと思うんですよね、まあ、それで今回 FX 折り返しということで多分この50名弱のうちの1割ぐらいの方は参加してくださるんではないかなと参加できるんではないかなと思いますあまりにも FX について知識や理解が乏しい形と無理なんですけどもそういう方は多分私の相場回数最初から見ているこの50名弱の間に入ってないと思いますんで逆に安心です 最初私がめちゃくちゃな相場解説するときは再生数が数千あったわけですよ。それを考えたら、そういう人が去っていってよかったなとも思ってます。6年間かけてフィルタリングして、もう私の相場解説がなければ FX を考えられないっていう人が集まってくださったと思いますんで、ですんでね、こういう人と一緒に、皆さんと一緒にな、ね、ナミさんをはじめとした人を中心に FX オリガルヒってものが作れれば、私の50代もそうだし、私と一緒に過ごす方の人生も大きくね、 えー、見えるものにななってくるんではないか,ろうかと思いますもちろんその中には副業で毎月10万20万って方がいても全然構いませんしねむしろそういう方が一番多いと思うんですよ。というのが FX 100万とか200万万ととかかままでモチベーションは続かないと思い思すやっぱり10万とか20万ぐらいであ良よかった楽になったよしじゃあこれを安定させていくぞっていう風なエネルギーに変わると思うんですよ。でそれを何年も続けたらもうちょっと勝ちたいよねとかもうちょっと豊かに暮らしたいよねっていう欲望はやっと出てくると思うんですよ。 ね、当面 FX で毎月10万前後の安定した価値を続けれるぐらいのお力をつけるっていうところがまず目先のものになってくると思いますし、まあ、資金にもよりますけどねうね、ん、あとは投入資金変えていけばいい話なんで余剰資金が100万とか200万追加できる人はその月に10万20万の利益を増幅させることも容易だと思いますでねでこの学び方なんですけども張り付かないといけないってことは全然ありませんね 進め方としてはこれから細かく説明していきますけども大筋はですね自分の見れる時に平日はね自分の見れる時にチャートを切り取ってスクリーンショットなのでそこに補助線を引いてこういうふうに考えてるんだけどもどうかなっていうふうなものを構築できてそれを私が週に1回いただいてチェックするってことを当面繰り返せばリアルタイムじゃなくても FX で学んでいけるんですよで難しければ難しいほどまあ私があのアドバイスできることも 大事になってきますし、そしてね、私でも分かんないことも分かんなくていい。これもたまに言いますけども、FX の相場解説で分かりませんっていう時あるんですよ、私はね。分からない時はやらない方がいいです。分からないところは必ずありますんで。むしろ、上級者っていう方とか、FX のトレーダーでプロの方って、分かるとこだけを確実に取るために、チャートをちょこちょこ見に行くんですよね。で、はっきり言って、15分ごととか30分ごととか1時間ごとに見に行っても、チャートに変化がないんですよ、あんまり。 5時間ごととか10時間ごとに見るから変化がわかるんですよね。だからね、張り付くことに私は意義を感じないんですよ。その張り付く方っていうのはすごい短い時間軸でね、それこそ1分とか5分とか15分でやってる方なら張り付いてある程度こう流れを見ながらね、リアルタイムで。で3時間に一緒とかあトレードするのはわかりますけども、さすがに1時間軸だとね、 あの朝見て昼見て夜見るで1日3回見たらもう十分過ぎることは十分だと思いますよ実際に昨日から今日にかけての私のレンジの設定っていうのは1日かけてレンジ設定して次の日にそれを確認確定して3日目にエントリーですからねだから3日で1回のブレイクを取ればよくってしかも今回ブレイク起きたでしょレンジの中でブレイク起きましたよねこのレンジの状態と過程を説明したところその過程の方をブレイクして下に起きてるわけですよだからこれは利益との簡単なわけですよね だから、いかに簡単に利益を取れていくか、いかに簡単に利益を取れるポイントを見つけていくかってことをおできるようにね、その FX オリガルヒのコンテンツの方を進めていこうかと思います。ということで、私の、まあ、場合っていうかね、私いろんな人のコンサルを受けてきたわけじゃないんで、なんとも言いませんけども、こんな形を教えてくれればいいのになってものを3点ぐらい詰めてるんですよ。一つは、クイックレスポンス。とにかく問い合わせに対する返信が早いこと。 これはもう私今までずっとお見せしてきたんで、私の返信が3日後とか4日後に来ることはありえないっていうのは分かってると思います。で、これが1つですね。2つ目は、コンテンツの量ですよね。とにかくね、1週間に1回コンテンツを送りますとかいうレベルじゃなくて、私は毎日やってますんで、どこを切り取ってもすぐに返信ができます。その準備ができてるってところです。3つ目は、より分かりやすくってことです。おそらくですけども、先ほどの再生回数でも言いましたけどもね、 あの分かりやすすいいかからつてててきてくれてるんんだと思うんですよで分かりにくいっていう人それは受け取り手のレベルが低くて分かりにくいのもあればなんか高いんだけども私の説明が悪くて伝わりにくいっていうのもあってねそういう人は離れていってると思うんですよすでにこの6年で。ということは現在私のお FX の相場解説を真っ先に見てくださる6時間以内にね更新して6時間以内に見てくださるほとんどの方50名ぐらいの方はすごく心地いいと思いますんで、えー、それこそ1日1本ぐらいの もしくは2本ぐらいの私の相場解説がしっくりきてるからきてると思いますんでねじゃあこれをさらに濃くやるためのエフェクスオリガルヒという、えー、コンサル付きのコースになってるということなんですよね、まあ、ですんでねあのご希望される方でお,お迷いの方っていうのはいると思いますけどもあの張り付かないといけないわけじゃないし休日の時だけやれば OK もそれも全然 OK ですよそういう人のことを考えて私でやりますしそれから一人一人のね生活パターンに合わせてできるように私は もう今フリーハンドなわけですよね私は何かをやらないといけない時間って非常に少ないんですよ。で日中は大和くんもスクールに行ってますんで。となると家族をねある意味後回しにしてでも今回の FX オリガルヒっていうのは優先して取り組めるってことになりますのでまあね奈美さんもちょっと時間を調整しようかってことを言ってくれましたけども多分そんなに大幅にしなくても自分の空いた時間でチャートを見てそこを切り取って 自分なりの解説を組み立てるそして私がそれを採点するのを繰り返して力ついていくと思いますで、切り取っても何も思いつかない人に対しましてはこういう部分を切り取ったんだけどもどうすればいいでしょうかっていう風なメッセージをいただければこういう風に考えていくんですよっていう風なことを個別にお答えしていくってことですよねでこれがあのものすごく大きいことだと思います個別のお答えがすごく早く熱量を持ってやり取りされるってことなんでまあ、ですんでねちょっとね 対象人数が逆に何十人もなってくるとカバーできないんで、まあ私のこの FX オリガルヒっていう取り組みのスタートとしては、まあ5人とかね、多くても10人弱っていうのが一番いいんじゃないかなと思ってます。はい。そしてこの FX オリガルヒに関しましては、あの私これから10年ぐらいのね、当面は悲願で、えー、本当に高いレベルの、それこそね、FX 投資の、何ですかね、 あれ何 <laughs> でしたっけこととね、えー、投投資助言業投資助助言言業業の専門家として私れからいろいろね投資助言業も調べながら資格を取ったりとかね申請をしたりとか供託金を払ったりっていうのはこれからやっぱり1年とか2年とか場合によっては3年がかりでやっていかないといけないと思いますけども本当にこちらの資格ねどんな資格があるのか資格試験があるのか分かりませんけども。 いろいろと整えてやっていこうと、思うぐらい本気でやろうと思います。はい、えー、っとありがとうございます。それでは以上でございます。深夜のコソコソ話でございました。FX オリガルヒィドーンと来てください。ただし費用はちゃんとこれかかるようになりますので、そこはね、あのまたお知らせしないといけないかなと。うん、おそらく FX オリガルヒィというものを法人で運営するとなると、もう個人の方では手に届かない金額とか運営ボダイになってくると思いますんでね。うん、そのなんかプレセールだと思っていただければ。 本当にいい fx チームに。初期の段階で入って長いお付き合いができるんではなかろうかと思います。じゃ、以上です。ありがとうございました。